生まれてから18歳、高校卒業するまでは東京都にいました。で、なんで北海道に来たかっていうと、僕16歳の誕生日の日に両親が離婚してしまいまして、で、自分のその離婚って事実を受け止められないで引きこもりになってしまいました。で、こう父親についてたんですけど、父親との関係もあまりうまくいかず、まあ、バイトでなんとか食いしのんで食べて、で、学校にも半分行って学校に半分行かないみたいな高校生活を行ってて、いじめはとか経験したりとか、あとはその友達が結構精神病だったりとか、ちょっと自殺未遂をしたりとか、いろいろと、まあ、ちょっと周りでいろんなことが起きてて、それでもっとその若者とか子どもの生活保障とかがされればいいなっていうふうにずっと思ってて、まあ今勉強してるっていう感じです。19歳の時に、まあ、その住ませてもらってたおばさんの家を、まあ、ちょっと追い出されたっていうのがあったんですけど、まあ、それでちょっと、まあ、半年ぐらいは少し、まあ、いわゆるホームレスみたいな状態になってて、まあ、それをいろんなとこから、まあ、いろんな人と知り合って助けてもらって、まあ、今は、まあ、一人暮らしみたいな感じになってるんですけど、ずっと一貫してるのは政治のことを考えるやつは、まあ、政治家とか専門家とかだけなのっていう怒りっていうか、それほんとうざい、うざいなんか、うん、本当にさっき言ったけど、なんか実際こんな狂った社会に対して声を上げること自体もう無意味に近いし、本当大変だし、なんか、意味ないと思うって大学行ったじゃないですか、とかで分かる分かる感じの人じゃないですか、私もめっちゃ分かってなんか、いや本当になんかこんな時代並べくだったら声だってあげたくないし、私もそのデモを見てる人を見て何やってんだろうみたいな思ってたから、うっさいなとか、もう道が、あー邪魔みたいな感じで昔は思ってたから、何してるんだろうみたいな感じだったけど、あとちょっと怖いっていうイメージもあった。ああ、うん、すげえよくわかる。怖い、怖かった。何を、でもなんで怖いかとか、なんで邪魔とか、なんでこういうふうに思うのかってやっぱ知らなかったからだなって思ったんですよ。私は全然頭良くないし、全然頭悪いとか走ってないからいいんだけど、なんか、やっぱり一番最初に頭悪いから、どうやったら自分のこの嫌な思いを伝えれるんだろうと思ったら、やっぱあ声出すことだからデモかなみたいな感じで、こんな感じのノリでやっちゃってるから、うん、本当にやっぱりなんて言うんだろう、すごくわかるし、政治のことを考えたくないって言ってる人たちのこともわかるし、政治ができないって、政治の話ができない社会っていう話、感じ悪いとか右とか左とかっていう話があるって言ったんですけど、なんかそれはまさに同じだなと、大人の社会もなんか日頃これってめちゃめちゃ政治で決まってることじゃんって思うのに、例えば福祉のね世界とか、あるいは公務員の中で制度の問題とかって、またこれ勝手に決めてきたよって、こんな年度末のギリギリで決まってきたよとかっていうのは、それ全部政治で決まってるのに、なのに政治の話をしないって意味不明だったり結構します。あと芸能人有名人にね、選挙の応援に来てくださいという、結構政治に関わる発言をいっぱいバンバンしてる人にね言ったりとかすると、いや政治にはちょっと関わりたくないからっていうね、意味不明な、結構ねそういうの多いなって私もね日頃からやっぱね同じように思ってます。だから若者の社会だけじゃなくて、今の社会、大人の社会の中もやっぱ同じだなっていうふうにね思いますね。